ろしくお願いします。スタート5秒前です。3秒前、第12レース優勝戦スタートを切りました。さあまずゼロハンのスタート、4番の柴田健二、そこに5番の藤波が続いていく。この両者がまず当てていきました。ゼロハンは外の2人、4番の柴田健二、5番の藤波直也です。そして鈴木圭一郎は8番手からのスタートということになりました。序盤戦8番手の鈴木圭一郎です。まずは主導権握ります柴田健二、柴田が先頭でレーサー2周目へ帰っていきます。それを追っていきますのは5番の藤波直也です。この両者がまずは先頭2番手を作っていきまして、3番手は3番の浅田慎吾です。1番の浅野博之がインコースになりましたが、現在4番手、そのアウトコースに8番の鈴木圭一郎となっています。さあ依然レースを引っ張りますこの2人、柴田健二と藤波直也。柴田健二が今回は G1 初優出、そして2度目の G1 優出となったのは5番の藤波直也。この両者ともに地元で G1 初タイトルを狙います。離れて3番手は3番の浅田慎吾、浅田も G1 タイトルを狙う1人。そしてインコースこじ開けて3番手に上がってきたのは鈴木圭一郎。さあナンバーワン鈴木圭一郎、ここで3番手、しかしまだ前2人が遠い状況です。4番の柴田健二が先頭をキープ、5番の藤波ぴったりとマーク、チャンスはどこで生まれてくるのか。そしてその2人を追っていく8番の鈴木圭一郎です。鈴木圭一郎、まだまだ2人が遠い状況。レースは残り4周でこの距離です。さあ柴田健二、栄光をつかみ取れるか。5番の藤波直也が追っていく展開、この構図はまだ変わりません。さあ少しずつ差を詰めてきている鈴木圭一郎。鈴木圭一郎、この今年度最後となる浜松の記念レース、このナンバーワンが最後勝利をつかみ取っていくのか。それを阻止するのは柴田か、それとも藤波なのか。この両者、さあさらに逃げているが、柴田健二がさあここで慎重に回っていく。しっかりと先頭をキープ、藤波が2番手のポジション、少しリードをつけられました。その藤波を捉えて8番の鈴木圭一郎、さあ上がってきた。これで柴田健二対鈴木圭一郎の対決ということになります。5番の藤波が3番手に下がりました。前3人が完全に抜け出して、6番の若井が単独4番手となっています。4番の柴田健二が先頭、その柴田が先頭でレーサー残り1周、ファイナルラップへと入っていきます。今シリーズは通算200勝のメモリアルシリーズ、さらには G1 初優出、そして一気にここでオートレース界のイケメンレーサーが G1 初優勝ということになるんでしょうか。しかしそれを阻止しようと8番の鈴木圭一郎がさあ外まくっていく、まくっていく、インコース踏ん張りたい柴田健二、最後はそれでも鈴木圭一郎だ。やっぱりナンバーワン、イリントン8番4番390円、イリントク4と8の組310円、3連単8番4番5番で3560円、3連複458の組み合わせ1700円。結果を発表します。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。